はいどうも皆さんこんにちは、アラダです。アラダのダンススクールやってまいりました。いやということでやってまいりましたね。今回はブラックスワンからジミンちゃんのダンス解説でございます。いやちょっと今回ねバンタンボブに新しく出てきましたというところでジミンちゃんの裏側に迫っていこうというね、企画と言いますかコンテンツでございまして、いややっぱ見ていくとすげーなーっていう風に思いますね。ブラックスワン、ジミンちゃんというところで、いや、まあ、なんといっても、その圧倒的なスキルもそうですし、そうですし、なんか髪の毛チュルンってなってる。そうですし、そのつま先の使い方とか、やっぱりそっちの道の方だなっていうところが、動きの節々から見えてくるんですけど、何よりも僕がね、やっぱいいなと思ったのが、体の質量ですね。質量というのは体のその何ですかね、重たさっていうんですか、体重の質感が、すごく抜群だなと思って、まあこれに、このブラックスワンに向けて体の、なんですかね、調整っていうのをすごくされているんじゃないかなっていうところも含めて、もうなんか見ていて素晴らしい、質感がやばいなっていうところがいろいろありますよね。行きましょう。まず一番最初、1秒からですね、立ち姿ということでこちらでございます。レッツラッゴー。はい、これですね。もうね、この立ち姿が、美しすぎてしょうがないというところ、ちょっとこう伏せてる感じ、肩がね、左肩がちょっと下がりながら、左の足が曲がってという、この立ち姿、こんなに美しいのかと、これ多分つま先も足もこういう感じでね、立ってる状態だと思うんですけれども、もう何か漂う雰囲気みたいなところ、上からスポット当てるとね、またね、映えますからね、ジミンちゃんクラスになってくるともっと映えてしまうというところがありますと。で、からのですね、11秒の顔の起動ということで、ここから音楽が鳴り始めて、ジミンちゃんが動き始めます。で、ここら辺かな？レッツラゴー。これです。顔をゆっくり上げてくるっていう、ここから下げて、トゥーン、トゥーン、トゥーン、これだけなんですけど、ここの起動がもうやばいってちょっと思ってしまうと、おぉ来るみたいなね、始まるみたいなね、からの一連の動きを見ていきましょうか。これがもうやばいんですよね。ちょっとね、何がすごいかと言いますと、上げますね、ここ一瞬。ふーんってなった時のこの見てきます。で、見てったこの手の後のこの顔をもっと見ていただきたいんですけど、首ですね。これ。トゥーン、トゥーン、トゥーン。トゥーンっていう風に、後ろでトゥーンっていう音を取るの分かりますか？この後頭部で、コーンって当てて反動で戻ってくるっていう。ここですよ。このなぞっていく感じ。手でなぞっていきながら、この左手をキープしながら、体、足がちょっと開いてって、開いてって、この姿勢。この姿勢。ちょっと今ね、カメラさんで被っちゃってるんですけど、ここの、顔の持って、で、行き方のライン、ここのラインと、この腰の位置と、このつま先。この前のバンタンのライブで、フィルターか。フリッターって言っちゃうんですけど、フィルターがあったですか。あの時にジミンちゃん、ぐーって乗せてった時の、あの奥行きがやばくて、もう、ズワズワズワが止まらなかったです。ここなんですよね。これ多分ジミンちゃんの中でも結構お箱に近いんじゃないかなと思って、一個シルエット取ってそれを奥までぐーっていう風に伸ばしていくっていうところのこの美しさとその質感のやばさ。ここもぐーって等速でどん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 奥まで行くんですよ。普通だったら、で止まるかと思いきや、って行き続けるっていうところがね、やばいなっていう風に思います。このつま先も含めてですけどね。ここがね、僕の中ではだいぶ来てますと。で、からの17秒のミケランジェロシルエットっていうことで、まあここなんですけど、このシルエット撮った時がやっぱりミケランジェロかなっていう風にすごく思います。このまんま 3D スキャンにして、ローマに持ってってそのまま飾っていただくとか、パリのルーブル美術館とかに飾っていただいても十分でございますっていうところですね。僕もね、一台ちょっとここにね、スキャンしたものが欲しいなっていう風に思いますけどね。はい、次行きましょう。からのですね、着地の音取りということで27秒ですかね。この後ここからちょーんってジャンプします。ジャンプした後ここで高いですけどね、まず右足ついて左足がつくタイミングが音楽のタイミングとめちゃくちゃバッチリ合ってるっていうところでして、ここなんです。タンタンタンチャッっていうところの、タンタンタンで飛んで、そのままタンタンタンチャーの部分で着地をするっていう。まあ、要するに、音楽が先にあって、ジミンちゃんの動きっていうのはその後がついてくる、後からついてくるものになるんですけど、
すごいのなんのってことです。ジャンプした時って一番コントロール効かないので、その飛ぶ前からコントロールをして、飛んでるところもコントロールして着地もコントロールするっていう風に、ここの飛ぶ前と飛ぶ後でいかに調整できるかで、この滞空時間を美しく見せるっていうことができるんですけど、ここら辺も完璧ですね。まあ、ジミちゃんにもともとそのジャンプをするっていうね、もうジャンプとかいうものじゃないですよね。舞ですよね。っていうところのそのクオリティが高いので、こういうところもジャストにかつ美しくいけるんじゃないかなと。このね、回った後のバンですよね。ここもちょっとバッって止まるんじゃなくて、バンっていう風に余波を残していくっていうところのこのバン。ここですよね。あのフェイクラブの時もね、ダン、ダランダランバン。ここのバンです。肘じゃないか、手首で当てて後のその衝撃を、ここから先を抜いて揺らしていくっていうところまで含めて、体の使い方が抜群とで、からの33秒のこの質感と、これがやばいところ。あかーんというところですね。これはね、ちょっとですよ。だいぶですよ。ここの助走も美しくて、蹴り上げて、高くて、ついて、イエーイイエーイ。ここです。とっとっとっていう風になるところですね。ここのね、質感の変え方がえぐいのなんのっていう風に。ブラックスワンってすごく力強くパワフルに踊っているんだけれども、力みがないんですよ。なんかその、舞うっていうものに対して、この流動的な曲線美を見せながらパワフルさは失わないみたいなところでの、ドーンっていうこの抜き、ゴンっていう音に対して、ドーンって取るんじゃなくて、ドーンっていう風に、ちょっとこう、あーってしたら、もふっと抜いていく感じですね。そこのね、この質感表情が、やばいですね。これは真似できないんじゃないかな、誰も。ちょっとしかも遅いのね。ドーン、なな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 うわー、にくいねー、みくいし。すっごいお上手だなと思っちゃって、こういうところ、タイミング。あの、ジミンちゃんのおそどりが見せる、その質感というか、その空間の演出の仕方ってやばいんですよね。おそどりってね、超難しいんですけど、本当に上手い人たちがやるとこういうことになるんですよね。いやー、すごい。ここも、っていう風にこの肘起点でゴンって当てるんですけど、指先に力みはないので、これ力むとうんってなっちゃうんですけど、これをゴン、肘、あくまでも肘とここの筋肉ですね、胸筋部分でグッて引っ張って当てた後に手をグッって抜いて持ってくっていう。だから基本的にこの指先の使い方に、神経は、力の入れ方多分ね、ゼロじゃないと思うんですよ。 20% とか 13% ぐらい残して、で、あとは肘とか全身の筋肉が 70%、80% ぐらい、足とかは100に近いと思うんですけど、指先と表情で柔らかく見せていくっていうところのその力のバランス、出力値がね、全部一緒じゃないっていうところが、やばいなっていう風に思いますね。上から当たってて美しいと。速度ということで42秒ですね。ここの、このゆっくり入る左足、ここのターンの優雅さ、足つけるところもそうなんですけど、全くと言っていいほど力みがなくて、なんだけれども全部等速で動いているっていう、全くブラブラにはならないっていうところも含めて、なんでだろうなって思うんですよね。からの1分8秒のなぜそれができるのかということでね、ちょっとこればっかりは疑問。いやー、何がすごいかというとですね、ここちょっとゆっくり見ていただきたいんですけども、タランタンタンタランタランタドンドンドン、わかりますかね、ここブンって来た後にドンドンドンっていう音が後ろでドンドンドンって強めの音が鳴ってるバスドラムかなの音に対して、ここでヒットをグン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 っていう風に2発か3発入れてるんですよ。ここのヒットをあの体勢から、ここからここに行くまでで、どんどんどん、1、2、3発、なぜ入れられるのかっていう、これね、ポップやってる人ができるって言ったら多分できないと思うぐらい、すごい体勢から、コン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 っていう風にアクセントを強めに入れていくっていうのが、ぶったまげです。で、
できないと思う。普通な。まあ普通じゃないよ、だからできちゃうんでしょうけど、ジミンちゃんのその強めのアクセントをゴンって打った 3J のパフォーマンスの時にもジミンちゃんのヒットの強さ、まあ一応ポッピンもやってらっしゃったっていうところもあるので、筋繊維をギュッとその伸縮させる力が強いっていうところ。ジミンちゃんのその身長のもの、バランスもあると思うんですけど、小さすぎず、大きすぎずっていうこのバランスで手足の長さとか踏まえて、コントロール下に置きやすいっていうところがあるんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよ。めちゃめちゃ手足長い人がここまでの質感全身に行き渡らせるのって結構難しいと思うんですけれども、ジミンちゃん174センチとか5センチぐらいですよねっていうこのぐらい、これが180センチとかになるとちょっと難しいんじゃないかなって思っちゃうんですよ。なんだけれども、ちゃんと踊りやすいその体重質感を出してきてるっていうところ、一番最初にちょっと言ったその質感、ジミンちゃんの質感、こういうところも取れるし、柔らかさも取れるし、足先つま先伸ばした時にめっちゃ足が長いから綺麗に見えるしっていうところの、踊りやすい体を持ってるんじゃないかなっていうところがまさにここら辺。なんでかっていうと、これ普通真似できないからっていうところですね。筋肉量とかある程度の体重もしっかりないと出せない重たさで、軽やかさもちゃんと持っているっていうところなんですね。はい。で、からですね、2分16秒の水分補給ですね。これはちょっとジミンちゃんの水分補給を見るシーンでございますと。しっかりとこうね、すべてを加えちゃうところもいいですよね。で、ちょっとこう、ペットボトルをギューって潰していく感じ、すごい急で飲んでおりますと。このね、キュポンって感じもいいですよね。もう、ゴクゴクゴク、パーっていうね、ちっちゃい子たちが、パーってやるような感じにちょっと近いですよね。水を飲む姿も尊いと。からのですね、39秒かな。足元の強みということで、これね、ポイントかなって思うんですよ。ここです。手をグッて上げてきて、ちょっとセクシーな感じで乗ってくんですけども、この手をグッて後ろに持ってきてるとき、上半身に結構目が行きがちかなと思うんですけど、ポイントって足元かなっていう風に思うんですよ。ジミンちゃんって踊ってる時の足踏みですね。グッ、グッ、グッて踏みながら、腰の重心をね、かすかにね、ちょっと入れ替えながら右、左っていう風に動かしていくところで見せてくるこの上半身のツイスト。全部がこれね、連動してるの。ちょっと見ていただきたいんですよ。一直線じゃなくて、ちょっとこう曲がってる感じわかりますね。曲線描いてるんですけども、このシルエットの美しさ出してるのが実はこの足の踏み込みかなっていうところで、ちょっと足元見ていただきたいですね。踏んでるのわかりますかね。かすかに踏んでるのわかりますかね。グン、グン、グンっていう風に踏んでるんです。これでツイストさせながらっていう、ささやかなこのひねりを見せていくっていうね、すごいです。こういうところが。セレンディピティの時にもなんかそんな踏んでるようなのを、見たことがあるんですけれども、やっぱちょっとそのグッ、グッグッっていう風に踏んだ時のいびつさみたいなところ、おいしょしょしょと。で、ターンがこの後。なぜそこで2回もターンができるのっていうところですよね。もうお手の物じゃないですか。お茶の子さいさいだと思うんですけど、軸が1本通ってめちゃくちゃ美しいというところで、もう、素晴らしいですね。このターンは何回でも見られるかなと。で、からのですね、2分52秒のつま先ということで、この後。ここ。このつま先ですね。このつま先ですね。このつま先。このつま先。このつま先。転がっていく時の足元の指がまずギュッて揃ってる状態で、あとその親指と、かかとの部分のラインが一本に結ばれてるっていうところですね。この後。ここ。この足ですね。これです。はぁー。キュッて上げてってから、キュッてキュッてやるっていうところの、その、やっぱ、つま先の意識みたいなところは、ズバ抜けて、やっぱり本当にお上手な方だなっていうふうに思います。もう、そっちの道の方たちが見たら、なんでこんなにっていうふうに、そうか、そっちの道の方たちが見たら、当たり前の基準なのかもしれないんですけど、もう僕らからしたら、ストリートダンスやってる人間からしたら、こんなのも、難しすぎて難しすぎて、指先、目の意識、細かすぎる。細かすぎて、ちょっと、だから、信じられないです。そんなに意識渡らせなきゃいけないジャンルなんだなっていうところが、改めてわかるっていうところなんですけどね。で、からのすんごいやつということで、3分4秒。これもわけわかんないんですよ。まず、このね、首元のこのグルーブといいますか、あーって乗ってくところ、ちょっと持たれるような感じからの、
これ、この姿勢、この足元の高さ、ここに顔があったのがこう入れ替わってる感じですよね。で、すごいなと思ったのはこの後、ここです。足回してって上半身が起き上がった後にゴンって当てて戻せるっていうところ、うわしゃーってならずにここからブーンって持ってきてゴンって言ってここで体をまた支えることができるっていう、このマッスルですね。もうジミちゃんといえばハムストリング大腿四頭筋だと思うんですけれども、やっぱりその頑丈な下半身を持っていてお尻の強さがあるからこそ上半身をここまで支えることができるんじゃないかなっていうところですね。ここのカンの時の止まりヒット、ここの質感、この胸の反り方、首のライン、顔の向け方、目の閉じ方、で足、カメラマンさん、ここ飛ぶ時のつま先もですよね。この高さとつま先の美しさで、ここでまたこの起き上がり方をするっていうところ、いやで、ね、疲れるじゃないですかと。で、からのですね、4分18秒ですね、もう一度撮りましょうということで、ジミンちゃんこんだけやって疲れましたと、もうやりきりましたねと思ったんですが、もう一回撮った方がいいんじゃないですかという、この言葉はやばい、まだ撮るのと。あんだけ素晴らしかったのに、一回モニターチェックしたら自分の中で見つけたんでしょうね。あ、ここがまだ至ってねえなと、もうちょっとここ追求したいなっていう思いでやっていく、これぞまさにアーティストの鏡というところでございまして、目線の追い方24秒、この後かな。この目線の追い方、これこの一個の指先、手先を見ていくこの目線。やっぱこの、ビハインドシーンって、カメラさんがぐーっと寄ってるので、ジミンちゃんのその肌の質感、鎖骨の質感、髪の質感から目の質感までしっかりと映してくださるっていうところ、ここのシーン結構僕好きでございます。あ、こういう表情でこういう質感出してんだなっていうところ、生で見てみたい。この落ちていく時の顔のね、伏せ方も、この、ほっくろもね、鎖骨もね、いやー、髪の毛、あー、このちょっと落ちちゃう感じも、背中のちょっときらめき、この指先、フロアに入っていく時のこの顔、足、腰、手、かーっというところでね、本当に今回のこのブラックスワンのジミンちゃんのマジでやばいなとちょっと思いました。ミュージックビデオを見たりとかしていてやばさは伝わってくるんですけど、やっぱその撮影風景ってミュージックビデオよりもカメラさんの位置ちょっと近くないですか？あの、ビハインド用のカメラさんが撮るっていうところもあるので、ジミンちゃんのその、吐息がすごく伝わってくるというか、熱量といいますか、汗の量だったりとか、いや、すごいなっていうふうにね、ちょっと改めて思いました。こんなにも動ける人、で、ここまでの質感をやっぱり出せる人なんだなっていうところが、よく伝わってくる。質感がめちゃめちゃ伝わってくるなっていうのが今回の大きいポイントかなっていうふうに思います。あとは、体の重さがなんとなく伝わってきますね。ジミンちゃんのその体重っていうんですか。いやー、すごい。めちゃくちゃバランスがいいからこそ踊れるダンスなんじゃないかなっていうふうに思います。誰でもできる動きを何一つしてないっていうところが本当にすごいですし、まあぶったまげポイントが多かったんじゃないかなっていうところでね、ジミちゃんのダンスがね、またよりすごいなっていうところが分かったかなっていうふうに思いますのでね、引き続きいろいろとまた見ていければなっていうふうに思います。リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。